皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は喉が潰れました。やばくないですかこの声。昨日の動画、具合悪くなって学校休んだ日の一日の動画、コメントたくさんありがとうございます。熱も下がってもう体調も良くなって、昨日学校行ったんですけど、なんか学校ではそんな声おかしく、ちょっとしかおかしくなかったんだけど、なんか次の日になったらこんな声になってました。声だけですね。めっちゃもう元気になったんですけど、声だけです。やばいですね。はい、まあそういうところで気にしないでこの動画見ててくださいね。はい、ということで今日はですね、じゃん、私の大好き鬼滅の刃のこのポスターがあるということは、何日か前もニュースでやってた渋谷のロフト、鬼滅の刃ショップみたいな感じのが出てて、で平日だったんで私行けなかったんで、お父さん代わりに行って買ってきてくれたんですけど、値段がやばいですよ。本当に2万3000円超えです。やばいですね。まあお父さんも大好きなんで、いろいろ買ってきてくれたんですけど、まあ今回そちらのたくさんのグッズを一気に紹介していきます。はい、じゃあまずはね、全部一気に出しちゃいます。じゃーん、こんな感じです。まあね、ちょっとね、いっぱいあるんでちょっと分けますね。ランダムのやつと違うやつで、なんか購入特典で2000円以上買うと、こんな感じのポストカードがね、ランダムでもらえたんですよ。いいね、いい、かっこいい、なんか後ろ姿が。はい、じゃあまずクリアファイル、値段が400円プラス税ですね。こんな感じで善逸、伊之助、炭治郎、禰豆子、義勇さん、富岡さんがいますね。裏もなんかさ、めっちゃかっこいい感じだね。鬼滅の刃って書いてある。で次が、これはもう本当に学校で使っちゃいます。下敷き600円プラス税。いやー、これはもう嬉しいですね。学校で使っちゃう。あ、裏もかっこいい。ここに鱗滝さんがいます。はい、下敷きで、次がこれもね、2個買ってきてもらったんですけど、義勇のリップクリーム、やばくない？私唇めっちゃ乾燥するんで嬉しい。800円プラス税。で中は、あ、普通の白のリップですね。こんな感じで、私を使ってみます。あ、普通にいい感じで、これもう学校に持ってっちゃいます。めっちゃ嬉しい。鬼滅の刃のリップクリームだよ。これさ、実用品とかめっちゃいいよね。で次が、禰豆子の猫のキーホルダー、可愛くない？これ値段書いてないですけど、多分600円くらいってお父さん言ってました。アクリルキーホルダーだね。あのアニメのキャラクターとはちょっと違う感じの絵柄で可愛いですね。でまだキーホルダーがあって、これめっちゃ嬉しいんですよ。見て、かっこよくない？アクリルキーホルダー、これ多分800円くらいってお父さん言ってますね。かっこいい。ほら後ろに、ほら着てるやつなんて言うんだっけこれ。で私、胡蝶忍を頼みました。なんか可愛いよね。次がじゃん、ビッグアクリルスタンドの禰豆子と炭治郎で1600円プラス税ですね。これはもう机にとかに飾ろうかな。あ、炭治郎って書いてある。こんな感じです。え、めっちゃいい。これ大きさも結構あるから。でもう一個が禰豆子。禰豆子はもう全身立ってるからさ、超可愛いんだけど、並べるとじゃーん、二人揃ってんの、超いいじゃん。いやー、もう最高ですねこれ。もう私今日声がやばくて、嬉しそうに見えない方もいると思うんですけど、内心めっちゃテンション上がってますから、めっちゃ嬉しいです。やばい。はい、で次が禰豆子のペン、ボールペンとシャーペン、どっちも学校持ってけるからね、いいね。じゃあまず三色ペン、ここに禰豆子がいて可愛いですね、ピンクのペンで。でこっちもめっちゃね、いい感じのシャーペン、同じ禰豆子がいて 0.5 のシャーペンです。三色ボールペン600円で、こっちが500円です。でペンケースもあったらしいです。やばいね、めっちゃいっぱい靴とかもあったんだって、やばくない？でまた文房具、じゃん、500円のアクリル定規、こんな感じの定規です。いや、これも嬉しいですね。3人いるんでこれも普段で使えます。で次がポーチ、これはあのこれアクリルスタンドとかリップクリームとかクリアファイルは渋谷のロフト限定なんで、他は売ってないですね、ロフト以外は。だから本当にレアなんじゃない？はい、ポーチです。こんな感じ、かわいいね。これなんか小さいものを入れたりするのもいいかもね。1600円ですね。で次がもうめっちゃ嬉しい、これ巾着袋1000円です。こっちの方が安いんだね。こんな感じでいろんなキャラクターあったんだって。これ禰豆子の巾着袋、かわいくない？ほら
裏は鬼滅の刃。これ普段としてね使えるものがね今回結構あるんでめっちゃ嬉しいです。はい、で最後ですね、このランダムじゃないやつは2020年のカレンダー1500円ですね。いやー、これはマジ嬉しい。はーい、はーい。はい、こんな感じのカレンダーです。これはじゃあちょっと出しますね。こんな感じで立てれるカレンダー、いいねこれね。じゃあちょっとカレンダー、はい、じゃあ1枚目いきます。1月かな、じゃん。あ、1月2月、見て、え、めっちゃいいじゃんこれ、やば。1、2月、炭治郎と禰豆子ですね、あの雪の日のやつ。おお。あ、3、4はあのアニメのなんかメインのあの 絵ですね。で5と6月はじゃん、あ、これはもう下敷きの絵だね。じゃあ次、じゃん、おお、横になっててここに4人いる。え、これめっちゃ好きこの絵。次、待って、柱じゃん、柱だ。え、待って、柱勢ぞろい超かっこよくない？めっちゃ嬉しい。9、10月ですね。じゃあ最後かな、じゃん。あ、最後はこんな感じで縦になってる。はい、11月12月ですね。え、めっちゃいいじゃんこれ、こうやってね立てられます。いいねこのカレンダー、めっちゃ嬉しい。ランダムじゃないものは以上です。じゃあ次、ランダムで開けるやついきましょう。じゃあまずね、ちょっと中身見えてるんですけど、ガチャガチャ1回200円で2回やってきてくれました。で1個目が「橋平伊之助」って書いてある。ミニ缶バッジ、めっちゃ可愛くないこの缶バッジ、これいいね。で次が私のね結構推しの善逸、めっちゃ嬉しいんだけどこれ、頭にねチュン太郎がいます。じゃあ次はトレーディングアクリルキーホルダー、値段が600円プラスで3つあるんで、まあ5種類なんで被らなければ何出ても全然いいです。1個目、じゃん、あ、こんな感じ、せーの、じゃん、あ、待って、嬉しい、いきなり推しの善逸来た。え、めっちゃいいじゃんこれ、やった。次行きます。よし、あー、ドキドキする、5種類だからね。じゃん、富岡さん来た、やった、富岡さん柱来るってやっぱ嬉しいですね。ラスト、まあ、できれば禰豆子かな、私欲しいのは。結構ね3つかぶって1個かぶるとかね、ショックが大きいですよ。いきます、せーの、じゃん、あ、炭治郎だ、やった、かぶんなかった、やった、嬉しい。いや、かぶんなくてよかったですね本当に。え、嬉しいんだけど、めっちゃ良くないこのアクリルキーホルダー。はい、じゃあ次は缶バッジ5種類で、トレンディング六角形和柄缶バッジ、せーの、じゃん、あ、炭治郎だ、え、意外と大きくてびっくり、え、嬉しい、炭治郎やった、主役出ました、おにぎり食べてる。はい、炭治郎いいねこの缶バッジ。はい、じゃあ次はトレーディングチェキ24種類か、せーの、じゃん、あ、え、なんか本当にさ、チェキで撮った感じの絵なんだけど、伊之助、嬉しい、可愛いね伊之助。次、かぶんなければ何でもいいです、せーの、じゃん、禰豆子出た、可愛い、嬉しい。次がミニキャンパスコレクション、うわ、できれば禰豆子かルイが出てほしいな、せーの、じゃん、待って、禰豆子出た、待って、今日運良すぎじゃない、見て、木でできてるちゃんと、こんな感じ、え、嬉しい、一番欲しかった禰豆子が出た、やった、こんな感じで立てるんだね。え、いいねこれ、嬉しいんだけど、あ、でさっきのチェキが400円プラスでです。で次がじゃん、トレーディングプリントマスコット800円プラスで、せーの、じゃん、あ、伊之助、え、かわいい、え、めっちゃ濃い、こんな感じでなんかふわふわしてる感じのねマスコット、え、これ普通に嬉しいんだけど、かわいいね。じゃあ次は、あ、もう一個あったこれ、あ、はい、じゃあこれ開けます。え、じゃあ次こそ全員連れてほしいな、せーの、じゃん、あ、禰豆子兄弟揃った、やった、ほら。じゃあ次が最後の種類ですね、こんな感じのスクエア缶バッジ2種類2個ずつとスタンドミニアクリルキーホルダー2個ずつです。じゃあ缶バッジから、もう何出ても嬉しいんですけど、まあ全員かな、せーの、じゃん、全員出た、見て、ここの絵に書いてあるやつ、え、嬉しい、やった、四角の缶バッジですね、いやー嬉しい、見て。はい、じゃあ次、じゃん、あ、炭治郎、顔が面白いですね、いや嬉しい、この2つは。で次が多分柱なんだと思う、せーの、じゃん、あ、甘露寺出た、嬉しい、やった、こんな感じピンクでめっちゃ可愛い。はい、じゃあ次、せーの、じゃん、
あ、イグロオバナイ。え、このペアめっちゃいい。え、待って、このペアやば。はい、じゃあ最後は、スタンドミニアクリルキーホルダー。じゃん。じゃん。待って、煉獄さん来た。やった。これね、映画に出るんでめっちゃ好きです。私、煉獄さん。いや、嬉しい。じゃあ最後、ラストです。胡蝶忍欲しいな。それか、時任務一郎。じゃん。あ、また甘露寺出た。かわいい。でもね、あの欲しかったね、煉獄さんが出たんで嬉しいです。あ、よかった。めっちゃ今回運いいと思う。ほぼほぼね、欲しいのが出てくれたんでめっちゃ嬉しいです。じゃあちょっと全部並べますね。はい、ということでね、今回もめっちゃ嬉しい。鬼滅の刃の渋谷ロフトのショップでね、お父さんが買ってきてくれた大量のグッズをね、紹介したんですけど、めっちゃクオリティ高くて、今お父さんとも話してたんですけど、もっと欲しくなっちゃいましたね。で、今ね、どんな在庫状況なのかね、わかんないんで、もし行った方とか、これは売り切れてたよとか、もしあったらぜひコメント欄で教えてください。またね、こんな感じでこういう鬼滅の刃のグッズとか紹介してほしい方はぜひコメント欄にも書いてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。おすすめの動画はこちら、 Twitter、Instagram 概要欄から私のグッズも見てみてください。りくチャンネルでした。バイバーイ。